今シーズンの最終戦、先発はルーキーの滝中です。初回です。ワンアウトランナー2塁で殿崎さん、昨日タイムリーがあった殿崎、今日もタイムリーを放ちました。ライオンズが初回に1点を先制です。そのライオンズ先発は今井、ツーアウトランナー2塁1塁、立ち上がり制球に苦しみます。ピンチはセンターへ、これがタイムリーになって同点1対1。チャンス続いて3塁1塁で渡辺義明、まあ、今年も2年目勝負強さを見せてくれました。勝ち越しタイムリー2対1です。この後満塁のチャンスを作って下妻を迎えます。2球目でした。ライトへ、これが2点タイムリーになりました。4対1。今井は結局3分の2イニングで交代ということになりました。まあ、その後ワイルドピッチで1点を追加したイーグルス。ツーアウトランナー2塁で辰巳、この球が伸びました。ワンバウンドでフェンスを越えてエンタイトルツーです。これがタイムリーになって1回の裏6点を取ったイーグルスの攻撃でした。さあ逆転してもらった竹中2回です。ツーアウトランナー3塁1塁で今日スタメンのウーレンキン、初球を追ってのライトへのタイムリー、1点を返します。6対2。ゲームはこのまま6回に向かいます。滝中はこの回満塁のピンチ、ノーアウトです。で途中出場のアイト、これがレフト、まあ、大きな犠牲フライになって6対3。ここで滝中はマウンドを降ります。2人目寺岡、ワンアウト満塁でライオンズ金子、これがショートゴロ、ダブルプレー崩れの間に1点を返します。6対4。なおもチャンス、源田を迎えた寺岡ですけども、ここはファーストゴロに打ち取りました。イーグルス2点のリード。さあ7回に入ります。 DJ ジョンソン、この回からです。先頭バッター外崎、これが左中間へ、外崎に一発ソロホームランが出まして6対5、1点差になります。でこの後ワンアウトランナー3塁1塁、サンジェンバーグがレフトへ、これが同点のタイムリー、6対6。ライオンズ7回に追いつきます。そして、まあ、ピンチの場面で福山マウンドに上がってアイトを迎えます。まあ、ここはイーグルスいい守りでした。ダブルプレーで福山しのぎました。7回です。2塁1塁で平対浅村、チャンスでしたけども、ここ浅村三振、まあ、しかしチャンス続いて2アウトランナー3塁2塁、タイムリーを放ってます銀次。最後はアウトボール、158キロのまっすぐでした。同点で8回です。イニングまたぎの平から渡辺義明、これがレフト線いっぱい、ツーベースヒット。ツーアウトランナー2塁で辰巳、このヒットでチャンスを広げます。3塁1塁。さあそして小深田対平を迎えます。ここは最後高めまっすぐ空振り三振、勝ち越しならずイーグルス。そしてゲームは延長10回、最後増田、この田中がライトフライでゲームセット。イーグルス今シーズン最終戦は6対6の引き分けに終わっています。ハイライトをご覧いただきました。